はい、大日曜理城翔さんの昭和搭載メスでサイズが40センチです。お願いします。はい、ですね、はい、親子用方です。まあ、この声の、まあ、一番の特徴はこの特徴というか、まあ、セールスポイントはやっぱりこの頭の作りですね。そして頭の作りから、体 の、 スラッとして、おつの方まで綺麗に肉の入る、まあ、今実際入ってるんですけど、これから将来も綺麗に、肉のついていく感じを、感じさせる、まあ、この体の綺麗さですね、これは。はい、はい、あれですか、さっきこの声が一番いいななんて話をしてたんですけど、はい、どこがいい、どこがどこがそう思わせるポイントなんでしょうか。いつも自分、まあ、声選ぶときに、あ、これがいいなってパッて選ぶときは、まあ、雰囲気で、まあ、選ぶんですけど、どこがどうだっていうわけでもないんだけど、まあ、今こう言われてちょっと考えると、やっぱり体の作りというか雰囲気、まあ、将来良くなる、なんか魚の生き物を持ってる力強さみたいなやつからものすごく始まる前に言ってたんですけど、それやっぱりなんとなくなんでしょうか。そうですね、多分実物見ながら喋っても聞いてる方はふーんって感じだと思うけど、動画を見てると見てる人は特にふーんっていかにも納得できない今話でしたね。今、はい、だろうなと思って本番でも振ってみました。はい、はい、あと、まあ、その体のそういう、まあ、力強さみたいなのと、あと、まあ、このベニのやっぱりこの、まあ、この声は特に、まあ、今ベニを炭で全く汚してない感じの、そういう良さがあります。そして、まあ、将来、まあ、炭が出てくるふうに思わせるこの、鼻炭がうっすらあるのと一緒に、この頭の白いところにうっすら下に炭が持ってる感じが強くあります。そしてあとこの一段目の日の後ろに、この声は縦炭も入って、炭がこうなんとなく炭模様になるかなっていうのが感じさせれる声です。はい、はい、一番こうね、動画を見るだけじゃ分かりづらいところなんで、はい、はい、そういうポイントも勉強になりますね。なってるのかな、見てる方ですか。うん、そうですね、一応自分が思ったことをパッパパッパ喋って説明するつもりで喋ってるんですけど、まあ、いつも喋ってる時にね、見てる方に納得していただけるように喋ってるんだけど、だんだん自分でその説明で自分が入ってきちゃってだんだんいつもうわいい声だな、なんか毎回毎回思っちゃう私です。はい、はい、もう横行きましょうか。はい、そうですね、はい、はい、将来炭が出てくる感じを思わせるこの雰囲気持ってますもんね。うん、して、はい、まあ、とっても便利が綺麗です。で、元黒もまだうっすらですけど持ち始めてます。はい、こちらも、はい、この炭がとても魅力的です。で、ここら辺もやっぱり炭持ってますね。ここら辺も、はい、はい、でも非常にやっぱこの方は全体的に品がある声かなっていうのが自分でも思います。はい、本当に品があって雰囲気のある声ですね。はい、はい、これからどんどん良くなってくれるんじゃないでしょうか。大日曜理城さんの昭和搭載メスでサイズが40センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。